中日柳、ちょっと息苦しい。受け入れがたい現実に向き合う柳の姿があった。試合後の取材対応、試合結果の受け止めを問われるとしばらく黙り込んだ。約30秒間の沈黙の末紡いだ言葉は2対0、2対1で勝たないといけない試合だった。勝たせられなかった僕が未熟だった。敗戦の責任を背負い込んだ。思い詰めたら勘すよ。あんな落胆した表情されたら味方萎縮して余計打たなくなりそう。横浜で今日だと待っとるで。まあ7回で変えなかったベンチが悪いわな。打たれてから田島に変えてもね。弱い。ドラゴンズはもう終わり。今期成績5先発0勝3敗 31.2 回防御率 1.99、 打率4割4分4厘0本1打点 OPS1.0。 立浪攻めてるけど続投志願したのこいつやろ。そりゃ行くなとは言わんで。ここまで来るとテラスつけた方が投手にもメリットあるんちゃうの。かわいそう。8回自責に2安打1打点じゃ差し引きマイナス1だよね。ご視聴いただきありがとうございます。主に中日ネタを中心に毎日投稿していますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。